い、どうも明けましておめでとうございます。節が明けました。恵方巻きの時間ですよ。ちょっと待ってください。今から恵方巻きをもう急いで早く食べないと、もう日にちが変わっちゃうから。今日もうあれでしょ、節分の今日2月3日に食べなければならないわけです、恵方巻きっていうのは。でも正直言うと、これは恵方巻きっていう風な名前で商品名で売ってなかったセブンイレブンの8品目の太巻き寿司ってやつですけども、要は海苔で巻いてる美味しいご飯、いや棒状の、いやもう違う、もう美味しいご飯であれば恵方巻きであると、あれはいっていうことですから、ちょっと大丈夫かな。 お庭外福は内っていうのは僕は今日はやってません。いただきます。あ、恵方どっち、が分かんないから全部見ました。全部見ましたから、全部のいいところのあれを吸い込みましたから、僕は今そうしましたから。あー美味しかった。いやもうこれ本当に早くしないと間に合わないよ。うわ美味しかったです。ごちそうさまでした。